した今日のお昼をこのビーフガーリックライスをかけて、そうですね。あとで買い物したものも紹介します。ちなみにガーリックライスは開けるとこんな感じでした。ではいただきます。本日コストコに行ってきました。久々です。今回はねリピート買いのものもあったんですけど、どうしても欲しいものと、あとは知り合いの方とねシェアして使いたいものもあったので買い物に行ってきました。リピート買いのものはねいつも買うこのレモードコーヒーとかね、あとはこの16穀米のスティック状になってる、1回分のスティック状になってるねこれですね。これはね今日あの16穀米のやつはね今日はストアクーポンが確かあって安くなってたのかな、160円引きでしたね。こちらの以前買ったこんにゃくゼリーなんですけど、以前は、ね、果物のやつ買ったんですけど、あの大好きな YouTuber さんの方ねこのタイプのやつを買ってたので買ってみました。こちらも今日はこんにゃくゼリーがね958円でした。60パック入ってますね。コーヒーとかカフェオレとかコーヒーゼリーかな、紅茶か、紅茶ですね。紅茶とカフェオレとコーヒーが入ってるのかな。はい。あとは、ピンクソルトを買いました。こちら、業務用スーパーで、ね、違うピンクソルトを使ってるんですけど、今回はコストコで買いました。ペアがついたものですね、2本入りで。ピンクソルトは、698円ですね。当分ありそうですね。はい。あとは、ダシダですね。今回はこの箱のタイプのやつ買ってたので、これを、何人かでシェアしたいと思います。これはね、いくらだったかな、ダシダはね。ダシダは998円です。あとこの、有名なラップですね。750m あるやつ。なんかこれがね、おすすめって聞いて、シェアしたい方がいるので、これを買ってきました。我が家はね、いつも違うやつを使ってたんですけど、今度はこれを使おうと思います。我が家も一応買ってきました。あと前回買ったね、蜂蜜とはちょっとタイプが違うのかな。今日これしか見かけなかったのでこれ買ってきたんですけど、蜂蜜も買い足しました。あとは柔軟剤が切れてたので、今日はねこれが売り切れてなかったのでレノアハッピネス買ってきました。こちらとティッシュですね、2つあるやつ、結構これ良かったので紙質も、これも買ってきました。感じで、もう一個忘れてた。今日はね、こちらもスターコーポンで安くなってたんですけど、こちらのパンが安くなってました。これはね、いくらだったかな？998円が、ストアクーポンで150円引きでしたね。150円引き、
今日結構ストアクーポンで300円とか150円とか160円引きだったんで、ちょっとだけお得でした。あと忘れてた、この入浴剤も、入浴剤もいつものやつ買いました。はい、以上になります。